実はご自身の骨格低いのここなんですよ、はい、中央にもハイライト入れてあげた方がいいのかなと思います。フェイスラインのシェーディングがもっと大胆に出てもいいのかな。削れましたね削れた削れた彼のこのメイク道具で一からアキラさんがやってたらまた結構変わってきます。あんまり差が出ないんじゃないかなと。やってみます。でもこの意識を必ず持ち歩けるんですか。ライブの時は持ってた、持ってた。そしたらライブメイクしてもらったら面白いじゃない。どうだろう。今のを見せて、アキラさんだったらこうやるみたいな。私も見た感じ、もうちょっと過激でもいいかなっていう。まだまだ振り切ってないなって。そうですね。まあ、ライブの時結構はっきりやってるんで、はっきりとか。ロック系なんですかね。ロック系です。カントリーってやつ。ああ、ああ。しかもすごい綺麗じゃん。少し白目、そして素敵じゃないですか。今それをその写真見た感じのメイクをアキラさんに。僕がやるの、このメイクを、この道具で。はい。これにもこうしたらっていうちょっとアキラさんのアレンジも加えつつ。結構使ってるのブラウンと赤と。この辺使ってる？使ってます、ね。すごい。この辺も使ってるの？そりゃ AKR 気になるわ。イメージカラーが赤なんですね。ピンクなのかな？赤です。赤なんですね。はい。色物はこんな感じですよね。はい。そうですよね。ペンシル系もこれしかない感じですよね。そうですね。ですね。はい。なんかまた新しいこと、なんかこんなことしたことないもん。一回落とした方がいいの？じゃあそういうことですよ。普段のメイクからプラスじゃなくて、あ、もう全然違うんですね。一回リセットして、永久保存版ですね。ね。そっか、ファンデーションも彼のを使わなきゃいけないんですよね。はい。かなり制限ありますね。コンシーラーがこれと、あれ？下地がこれと。下地。これでしたね。で、コンシーラーですね。オレンジの、こっち。このチップも使うべきですよね。いつも使ってる。いつも使ってる。はい、じゃあお願いします。スポンジでだいぶ変わったりするんですか？指でぼかし込むでもいいと思うんですけど、やっぱり化粧の持ちを意識するとしっかり馴染ませた方が、ご本人のスポンジでもいいんですけど。ああ、はい。スポンジの種類で変わったりします？うわ、まあ多少はあるかもしれないですね。粗さがあるので。で、ライブ用の白目のファンデーションもこれ。そうですね、他にも。はい。いっぱいあるまあでもこれですよね。コンシーラーより先に僕はファンデーション使ってみたいと思います。気持ちよくないですか？めっちゃ気持ちいいです。痛くもできる痛くしてやってます。全然違う、本当すごい。全然崩れない。寝る前まで全然。こだわりですよね。ひげ隠し のオレンジ味のコンシーラーをしっかりなじませた後にリキッドで今ずっと叩き込んでるの感じてらっしゃいますよね。ずらさないってこと？はい。肩がすごく綺麗に見たらびっくりしますよ。後でお楽しみに。やっぱカバー力が欲しいところなので、ファンデーションで隠れないところをやってあげてもいいんじゃないかなっていう提案ですね。最初にオレンジのコンシーラーをファンデーションの前に塗ってましたよね。はい、オレンジはね。オレンジは最初にファンデーションに前に。面積で色々に、うん、隠し用のカマちゃんとかもそうなんですけど、やっぱりヒゲ隠すのにはやっぱりファンデーションよりも下に入れといた方がいい。じゃあクマも同じように。クマも一緒です。だから全体的にちょっと赤みが欲しい時とか、うん、血色が悪くてとかって、その色味のコントロールはファンデーションの下にしていた。これ何でしたっけ？これパウダーね。はい、使った
これいつ終わるんですか、こんなちっちゃい。それは若い子の間で結構流行ってる。大きいのもありますね。そのパウダーとそのパウダーどうするんですか。これは舞台用とかで、チャコットだから自分の使ってる。あ、ね。ないんだよね。これでやってますね。あ、そうですか。ちなみに今日はライブあるんですか。今日はライブなんです。ローズシャドウがこれでしたっけ、これでしたっけ、こっちです。はい、これなんですか。これハイライト、ハイライトですね。はい、でブラシがこれでしたね。これあたり使ってます。昨日洗ったので。あ、素敵。でもさっきはこれ使ってらっしゃったよね。トークが女子トーク。あれ？あれ？あれ？あきらさん、そのブラシは？1本までは。まあでもご自身でやればいいのは多分こうやってやってると思うんですけど。この前ちょっとあの池袋店の店長さんにやった韓流。近くなの？近くなの。この前も赤でしたっけ？オレンジでしたっけ？オレンジでしたっけ？リップは韓国のものが好きなんですか？色的になんか一番自分に合うかな。発色がいいのかな。リップペンシルってどれだったら。リップブラシ。今日忘れちゃいました。忘れちゃいました。はい。じゃあしょうがないですね。嬉しそう。いやいやいや。下も疲れたくないから。ちっちゃい声出てる。あ、やっぱり10分ぐらい前から言いたかったんですよ。さあ中西さんはちょっと疲れたしてやだなと。10ミニッツマングローブス。ん？10分前からいたこと。10ミニッツ。すごい優しい方で。僕もテレビで名倉さんですかって言われてましたからね。ちょっと僕的には30点。なんでですか。どうですか。30点行きました。ありがとうございます。肌綺麗ですよ、すごい。肌綺麗、肌綺麗。これはね、見たらびっくりする。綺麗だな。お、すごい。めっちゃテンション上がる。すごいすごい、うわ、綺麗。全然違いますね。見てたらこうなるんですよね。すごい。どこがいつも違いますか。やっぱ肌の質感。へえ。本当すごい綺麗。男らしさもあるんだけど、ツヤっぽさっていうか、ね。ツヤっぽさですかね。ツヤ、いやー大変ですね、やっぱ人の化粧品でやるっていうのはね。ああ、そう違うんですね。結局使い慣れてないっていう部分と発色がわからない。質感も発色も分かんないのと、ブラシとの相性もありますし、例えば粉物とブラシの相性ですよね。粉の性能もあるし、粉の性能が良くてもブラシに粉含みが悪いと全部散ってっちゃいますし、大変かなと思いました。一応これお手本に。もっとブラウン入ってるのかな、多分。ここら辺とか使ってますか。そうですね、アルコールのところはブラウンとか使ってますよね。はい、写真で撮ったらすごく肌の質感は綺麗ですよね。加工なしですもんね。加工なしです。です。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。はい、あきらさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回はご自身のメイク道具ではない、はい、一
人のメイク道具を存分に触っていただきました。はい、いかがでしたでしょうか。大変でしたね。でも昔を思い出すというか、僕もメイクしたての頃ってやっぱりいろんなメーカーのいろんなもの、高いもの安いものひっくるめて試してみて、で最終的に使いやすいものが淘汰されていくメイクボックスっていう感じが長かったので、そういう意味ではこういろいろ触りながらやるっていうのが本当に久しぶりだったので、大変でした。大変でした。大変でした。彼のメイク道具、彼のメイク自体はこれからも進化する感じですか？伸びしろがあるというか。道具ですか、はい、道具はもうかなり揃ってると思います。揃ってる。はい、色物とかファンデーションもそうですね、彼ご自身でやるお化粧道具としてはむしろすごいすごいたくさん揃ってるな。まあ、あとご自身でやるにもやっぱブラシはこんなもんなのかなっていうのは率直な感想です。やっぱ僕は下の肌に触れてやらなきゃいけないので、一つの顔に対して10本以上ブラシ使って仕上げていくんですけど、ご自身だったら塗っちゃう指でぼかしとかっていうことができるので、まあ、こんなもんなんだなっていうのを改めて実感いたしました。ありがとうございます。今回もお疲れ様でした。ありがとうございました。それではよろしければチャンネル登録をして、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。その青とかどうやって使うのか全く分からないです。これ、はい、青は綺麗なんですよ、あのグラデーションは。